なんか、ごめんね。からかったりして。気にしなくていいよ。フィリアがそういう風に思ったってことは、それだけ仲良く見えたってことだろ。 SAO に囚われるまではすぐとはほとんど喋らなかったんだ。でも今は違う。今まで離れてた分、少しでもすぐとの心の距離を縮めたいと思ってるんだよ。お兄ちゃん、そんな風に思ってくれてたんだね。これまで寂しい思いをさせたからな。ちゃんと向き合っていけるように頑張るよ。兄弟なんだね。今のやりとりを見てたら、すごくお互いを大事に思ってるんだって分かったよ。キリトの言葉はこっちが恥ずかしくなったけどね。確かにそうですね。あんまり他の奴らには言うなよ。分かった。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。ああ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか？いい、自分でやる。それじゃあ石をはめるよ。えい。石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。ほんとだ。光がどんどん強く。消えた？お兄ちゃん、あれ！邪神が女神に変わった？え？どういうこと？元は女神だったの？妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神、エイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。ありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが。私は主神オーディの妻、フリックに仕えるの。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは。俺？
フリック様のご子息である今は亡きバルドル様と瓜二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失いひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすればフリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリーク様はあなたをお求めになるでしょう。さ、ちょっと待ってよ。お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わりフリック様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐお兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない。私のお兄ちゃんなんだもん。すぐエイルは NPC だからそんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。では仕方がありません。え？おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。あ、愛？しかし私はお二人に命を救っていただきました。そのご恩を返さなければなりません。フリック様の住まいベンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。楽しみにしてるよ。こちらこそ、またお会いできることを楽しみにしております。消えたな。とりあえず、邪神じゃなくてエイルさんは解放できたんだよね。なあ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。
エイルも納得してくれたみたいだし、行かなくてよかったな。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから気持ちが届いたのかな。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん、勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。さてと、必要なアイテムは買い揃えたし、あとは…キリトくん！ん？ああ、アリシャさん。黒ずくめのスプリガンくんは遠目に見ても目立つね。買い物？なあ、次のクエストに備えた買い出しだよ。アリシャさんこそ一人で何をしてるんだ？別に、ちょっとした気分転換だよ。ここには面白いものもたくさんあるしね。ああ、これあげるよ。何かを口に突っ込まれた。これはチュロス？よくわかんないけど、そこのお店で買ったんだ。これなかなか美味しいね。確かにうまいけど、いきなり口に突っ込まないでくれ。ごめんね。領主様が食べさせてあげるなんてめったにないことだから、多めに見てほしいな。はあ、そうだ、お詫びに君に面白いものを見せてあげるよ。面白いもの？うん、ここじゃちょっと見せられないから場所を移動しようか。ああ、わかった。だいぶ人気のない場所まで来たな。何を見せるつもりなんだ？ここら辺でいいかな。じゃあ、なあ、この詠唱は聞いたことのないスペルワードだな。なんだ、俺たちの周りだけ急に暗くなっていくな。アリシャさんの前に光が集まって、あの形は…よし、成功！これって鏡か？うん、でもただの鏡じゃないんだよ。ほら、鏡の中を見てみて。何かが映ってる？どこかの部屋みたいだけど。うん、執務室だね。執務室？なんでそんなものが。あ、人がいるぞ。あれは…な、君はキリト君か？やっほー、サクヤちゃん。ルー、お前の仕業か。ごめんね。あの、これってどういう…これは月光鏡って言ってね、闇属性の上級魔法なんだよ。この魔法を使うと鏡を通して遠くにいる人と会話ができる
んだよ。へー、すごいな。でしょ。とりあえずさくやちゃんを映してみました。とりあえずで人のプライベートを覗くな。それよりわざわざ月光鏡を使って何の用だ。特に用はないよ。キリト君に鏡を見せてあげてるだけ。まったく、人のプライベート空間を勝手に映すでない。さくやちゃんは厳しいな。それはそうと、キリト君とくっつきすぎじゃないか。